さん視神経の方は大丈夫ですか？気分爽快になってきた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ、立て続けにこういう作品を見ると大変刺激が強いのでね、疲れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、皆さん以上に私自身は編集をするときにこういう作品を何度も何度も見ながら吐き気を催しながら気持ちいいっていう気分になりながら、まあ、作品を作ってるわけですけどもね、まあ、今回4つのプログラムに分けて私のほとんどの作品を上映することになったんですけど、まあ、時系列に沿って作品がプログラムされているんですよね。でちょうど今日のプログラムが私が映画を作り始めた最初の映画ですよね、スペイシーっていうのはそうなんですけど、まあ、そこ、まあ、でそこからヴィーナスに至るまでのその一つの、まあ、私の中ではその、まあ、スペイシーを作った頃はですね、まあ、学生だったんですけど、大学生の頃でね、それで九州にいまして、九州芸術工科大学っていうところの画像設計学科っていうところにいたんですけどもね、でそこで、まあ、デザイン、と工学っていう融合された教育を受けていて、で、まあ、カリキュラムが非常に不思議なカリキュラムだったんですけどね、いわゆる鉛筆デッサンの授業が終わったら次の授業はカエルの解剖だったりとかですね、でその次の授業がコンピューターのプログラミングだったりとか、まあ今から考えるともうはちゃめちゃな授業体系だったんですけど、まあ、そういうその雑多ないろんな情報にこう埋もれながらですね、でそこから何ができるかということを、まあ、自分なりにこう考えることができたっていう、まあ、いろんな体験ができたということが自分の作品の一つの幅の広がりっていうんでしょうかね、まあ、そういうものを得たんじゃないかっていうふうに今から思うとそう思うんですよね。でちょうどその時に、実験映画ですね、その当時のですから1970年代の日本の実験映画っていうのは結構盛んに作られていて、松本敏夫っていう作家に非常に強く影響を受けたんですけどね、相原信弘、まあ、いろんないわゆる商業的な映画とは全く違う実験映画ですね、そこら辺を、まあ、立て続けに見ることによって、まあ、自分の映画に対する概念みたいなものがこう広がったことと、あと可能性ですよね。まあ、私は劇映画が大好きで、当時からね、福岡に住んでましたけど、福岡で上映される劇映画もほとんど見てました。ジャンルを問わずね、ぐらい映画館に行ってその体験することが非常に楽しいという、そういう映画青年だったんですよね。でもやっぱりそのストーリー重視主義といいますかね、その面白いストーリーをその体験するっていうことの喜び、まあ、これが映画の醍醐味だっていうふうに思い込んでたわけですけどね。でそれがその、まあ、大学に入ってそういう劇映画とは全く違うジャンルのものを見ることによって、あ、これも映画なのかっていう驚き、それはもう衝撃的でしたけどね。特に松本敏夫のアートマンっていう作品なんかは、10分のフィルムですけどね、般若の面をつけた女の人が、ね、河原に座っていて、でその周りをカメラがぐるぐる回ると、そのフレームの中心にその女性がいるんですけどね、360度ぐる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 回るっていうだけの10分のフィルムなんですよ。でそれを見た時に強い衝撃を受けて、これは映画なのかなと最初思ったぐらいの驚き、ちょっと愕然としたんですけど、見てるうちにこう陶酔状態って言いますかね、その今まで体験したことがないような視覚的な面白さっていうのを
そこに発見して、それでなおかつそういうフィルムがですね、大きな組織で作られているわけじゃないんですよね。いわゆる劇映画を作るということになると、スタッフキャストでもう100人とかね、予算が何億みたいな世界じゃないですか、ですよね。じゃなくて、もうすごいローバジェットで、それで2、3人で作っていると、それでいてこんなに衝撃的な映像が作れるんだ、要するに個人映画の醍醐味みたいなことですけどね。で、そういう喜びに私も影響されて、それまで映画が好きだったってこともありましたからね、その当時8ミリフィルム、8ミリカメラですね、これがまあ一般的にも普及していて、で、一家に一台あるような状態だったわけですよね。で、テレビのコマーシャルでもあなたにも映せますっていうね、なんかそういうキャッチフレーズで8ミリカメラが宣伝されてたわけですね。だから多くの家庭にカメラがあったんですね。で、その多くはまあ基本的にはその自分の子供の成長の記録とかね、そういったものを撮っていくっていう目的でみんな持ってたわけですね。でも、まあ、そういうカメラを自分の表現に使う。で、石井壮吾とかもそうなんですけどね、そういう身近な8ミリカメラを使って自分らの作りたい劇映画を作るっていう運動というかムーブメントが70年代に凄まじく勢いよく起こったわけですよね。で、そういうのを私も横目に見ながら、ああ面白そうだなと思っていたんですけどね。で、やっぱり実験映画の影響もあって、やっぱり劇映画とは違う映画を自分も作ってみたいなというふうに強く思いましたね。で、作り始めました。で、その大学生の時ですね。だからまあその時に写真の勉強とかデザインの勉強とか工学の勉強とか、まあ、そういう建築の勉強とかも大学の中でごちゃ混ぜのカリキュラムの中でやってましたのでね。そういう中でそういう知識、考え方が映画の中で映画を作る時にうまく使えないかなっていう、利用できないかなみたいなこともやって考えていて、それで一番最初にそのスペーシーっていう作品を作ったわけですね。で、スペーシーっていうのは全部アニメーションなんですよね。一枚一枚写真を間取りして出来上がった運動なんですよね。で、今日はちょっとその写真を持ってきました。これ一部ですけどね、というキャビネ版に大学の体育館ですけどね、そこに大学の体育館の、映像を撮った写真のパネルをね、体育館の中に置いて、でそこにパネルに向かって一枚ずつ写真を撮っていくという、その写真がこれなんですけどね。こんな感じ、こんな感じですね。だからまあ ここで運動が全部完結してるわけですけどね、出来上がってるわけですけどね。で、これはその地下へ潜っていくっていう一つのパターンの写真なんですけどね。それがまあいろんな、なんていうんですかね、そのレールの上をこう走っていって、いろんな方向に伸びていくっていうパターンが何十種類もあって、まあ、全部で700枚ぐらいの写真なんですけどね。それを1枚ずつその順列を変えながら撮るっていうことで、要するに非連続的な運動も生まれてきたりするわけですよね。要するにこれは今 1,2,3,4,5,6 っていう順番で今お見せしたんですけど、その順番を変えていく、それはまあこの素材を入れ替えて撮影すればいいだけなんですけど、ね、それがどういう映像になるのかっていうのは撮ってみないとわからないわけですよね。で、これはフィルムで映画を撮るっていうのは今みたいにビデオで撮る場合はね、すぐ再生して撮った映像を確認できるんですけど、フィルムの場合は確認できないんでね、現像して上がってきてラッシュを
試写で見てやっと何を撮ったのかっていうのが確認できるっていうタイムラグがあるわけですよね。でそのタイムラグがいわゆるまあ醍醐味っていうか、ね、あのこれ一コマずつ撮影してるときはどんな映像になるのかっていうのはあんまり想像できないんですよ。でスペーシーもそうですけど、あのサンダーなんていうのもね、あの全く想像ができない。多分こうなるだろうっていう感覚でサンダーなんか撮ってるんですよ。でサンダーはこの写真のコマ撮りじゃなくてね、16mm のカメラそのものをあの夜の校舎の中にセッティングして、であのコマ撮りしていくんですけどもね、バルブ撮影っていって、いわゆる長時間録音撮影っていうんですけど、あのシャッターをカチッと押すとね、押すでしょ。そうするとね、シャッターが開きっぱなしになるんですよね。ずっと開いたままになるわけですね。で指を離すとシャッターを閉じるっていう一枚の写真ですね。これをこの方法ですね。でこれは別に特殊な方法ではなくって、要するに夜の風景の写真とかで、いわゆる車のヘッドライトが帯のようにこうね流れて映り込んでいくっていう写真とかをね、まあ見たことあると思うんですけど、まあ、その方法を使ってあの映像を撮ってみようと、映画を撮ってみようということでやったわけです。でサンダーなんかはまあ学生でしたからね、夜の校舎で、まあ、ふんだんに時間は使えるわけですね。で夜の8時ぐらいから撮影を始めてね、それで日が昇る、まあ、5時ぐらいまでね、あの友達と一緒に一コマずつカシャッと、ね、大体5秒とか10秒ぐらいかかるんですけどね、一コマ撮るんですね。で映画は1秒間24コマですから、ね、1秒の動画を作るために24回このシャッターを押さなきゃいけないんですよね。その1回押して離すまでが10秒とか15秒とか、そういう時間をかけているので、まあ、ものすごく時間がかかるわけですね。1秒の映像を撮るのがね。で夜の8時から明け方の5時ぐらいまで撮影して、やっと15秒とか、ね、そのぐらいの映像しか撮れない。でそれはあのカメラにメーターがありましてね、あのカウンターがあるんですよね。それを見て、あ、今日は15秒撮れたっていうね、7、8時間かけてね。で7、8時間同じことずっとやってるわけですよ、ね、でサンダーっていうのは多重録は一切ないんです。あれ一発撮りなんですよね。だから例えばこの部屋で撮る場合は16mm のカメラをね三脚に固定して、でその三脚そのものをあのタイヤのついたテーブルの上に固定するわけですよね。でどっかのこっちの風景を狙うとするじゃないですか、ね、でそういう状況で女の人の顔がこう動くっていうスライドのプロジェクターがあってね、ビデオじゃないですよ。あのスライドプロジェクターって今言っても多分若い人分かんないかもしれないですけど、一枚ずつ写真をね入れとくわけですね。その写真を投影してるんですね。1枚ずつ分解写真をこういう1枚2枚3枚4枚っていうね。で1枚目をこう投影しておくでしょ。でその投影壁に投影しておいて、それで後の友達に懐中電灯を持ってもらって、あの走り回ってもらうんですよね、部屋の中をね。で私が号令をかけるんです。用意スタート。要するにシャッターを押すんですね。カシャッ。でシャッターが開いた状態で、みんながこうバーッとこう走り回ったりとかですね、するわけですね。それは10秒間ぐらい走ってもらってするわけですね。で、シャッターを切る。要するにシャッターを閉じるんですね。それで一コマの撮影が終わるというね。で、その 2コマ目の撮影は、そのテーブルを1センチぐらい動かす。タバコの背中でしたけどね、あのタバコをそのテーブルのところに置いてね、タイヤのところに置いて、そのタバコの幅に沿ってテーブルをちょっと動かすみたいな。で2コマ目の撮影が始まるっていうね。
二子豆のあのスライドプロジェクターの2番目の写真に送るんですよね。カシャッとね。つまりさっきはこうだったけど次はこうっていう写真を壁に投影しておくんです。それでシャッター、あの16ミリのシャッターを押す。じゃあシャッターが開く。でまた走り回ってもらう。で10秒経ってシャッターを閉じるっていうのが二コマ目 の、 あの撮影の終了なんですね。これをあの繰り返して8時間ぐらいやるわけですね。 何が撮れてるか分かんないんです。自分で全く想像ができなくなってしまって、でそれで16ミリのカメラの中にフィルムを入れるでしょ。で大体2分半ぐらい撮れるんですよね。で一晩で15秒ですから、ね、だからあの 8番8日間ぐらいずっと何が撮れてるかわからない状態でフィルムを入れたまま8日間連日撮影して、やっとフィルムがあのできあの終わって現像所に出す。で現像所から帰ってきてあのラッシュを見るわけですね。もうその時に自分でもびっくりしましたけどね。これは自分が撮った映像と思えなかったですね。特に3段ね。あのスペーシーはこの段階で動きが確認できるんでね、大体どういう映画になるのかっていうのは分かるんですよね。でもサンダーは一切分からなかったです。だからラッシュを見たときに自分でびっくりしましたね、はい、びっくりしたっていうかもう本当にすごい映画ができるぞこれはっていう、そういう驚き、がありました。だそういう当初そういう学生の頃に映画を作ってた頃っていうのはそういう喜びみたいなことがね、ありましたね。で自分が作る映画っていうのはちょっと現実我々が肉眼で見る風景とは違う、肉眼では見れない、日常的には見れないっていう風景をどうやったら作れるかっていうことを、まあ、必死になって考えてたんでね。でまあそれはまあ自分がいわゆるそういう視覚的な刺激の作品にとても興奮するっていうのがあったしね。まあ、いわゆる怪獣映画の特撮みたいなことも大好きだったということもあるんですよね。でそういう視覚的な面白さみたいなことを自分でもやってみたいな、でそういう意欲っていうかな、そういうやってみたいっていう欲望と、それをフィルムで撮影して出来上がった映像が、まあ、その欲望をこう超えるようなね喜びを抱いた。それそこからですよね、始まったので。だそれは長年やってるとネタも尽きてきますしね。それで大学を卒業して私は東京に就職して、うん、シネセゾンという映画の配給会社でサラリーマンとして勤めましてね、東京で10年間お仕事をしたわけですね。でそれをやりながらも、ドリル以降の作品は今日ね、ドリルからヴィーナスまでは働きながら作りました。1年に1作品っていう感じでね。でよく今から思うとよくできたなと思うんですけど、自分でもよく頑張ったなとか思うんですけどね。まあそこは、まあ、カメラさえあれば映画できるんだっていう感覚がありましたんで、そんなにスタッフキャストをね揃える労力が必要であることもないし、要するにカメラさえあればいいんだ。でそれは自分でも16ミリのカメラを持っていましたから、映画ができる、映画ができるんだという自信がありました。まあ、音響に関してはね、いろいろ手伝ってもらって、やりましたけどね。で、まあ、今日の作品でも、ヴィーナスとか、ミイラの夢とかは音響が入ってませんけどね、本当は入れるはずだった。本当は入れるはずでした。で間に合わなかったんですよね。要するにイメージフォーラムフェスティバルっていう実験映画のフェスティバルが毎年東京で開催されていて、それの招待作家として私は毎年出品していたわけですけども、
まあ、仕事も忙しくなってなかなかそういう作品を作る時間がまく取れなくて、ね、間に合わなくて無声ができなくて割り切って完成させたんですけど、ね、まあ、今日の作品は、まあ、私が学生の頃に初めて作ってとてもある意気揚々として映画の可能性みたいなことに何かこう希望を持って、ね、始めてでそれをずっとやってるうちにだんだん壁にぶつかって同じことをやってるにしか過ぎないなというふうにも思ったんですよね。その時ね、次どういうものをやったらいいのかということも見つからずちょっとだらっと惰性で作ったのが、まあ、最後の2作品ですね。ヴィーナス、ミイラの夢っていうのはもう本当にやる気がなかったさ。自分でも面白くなかったですね。でも今見ると結構面白いですよね。なかなか結構よくできてるなとか思ったりもしますけどもね、今見るとね。だからまあそういう学生からサラリーマンという時間を過ごしながら創作に挑み壁にぶつかって意気消沈していくまでの作品というプログラムですね。今日ね、で今日は B ですけど C プログラムになるとまた勢いづくんですよね。要するにサラリーマンを辞めて教員になるんですね。その後京都の教員に教員にならないかと呼ばれてね、映像の教育に携わっていくことになるんですけど、まあ、そこから、まあ、映像を勉強している学生たちに逆に強い刺激をもらいましてね、私も頑張んなきゃっていうふうに本当に学生に勇気づけられて作り始めたのが、C プログラムですね。 C プログラムは結構充実してますね。私の中でみたいなことです。昨日来ていただいたお客さんいますか？あ、何人かいらっしゃいますね。 ありがとうございます。ゼロへっていうのは本当に見ていただきたい作品なんですよね。もう一回ありますのでぜひ、ね、随分今日の作品とはまた随分違った印象を受けられると思うんですけど、そうですか。パンフレットがあります。 いくらですか？いくらで売るんでしたか？800円もするそうなんですけどもしよかったら私のプロフィールなんかあと佐々木敦史さんというね、私の映画を絶賛してくれた評論家の方の評論がとても面白くて、この評論が次今撮ってる映画のすごいヒントになって、ね、ちょっとドキッとしました。この方の読者ありがとうございました。どうもありがとうございました。